今日の動画はしきちゃんね、移植ってわかる？わかるよ。わかる、はい、移植って何を移植するの？卵。卵だよね。受精卵を移植するんだけど、移植の前と後に、どんなことをやればいいのかという動画を説明させていただきました。はい、しきちゃん、はい、うん、移植ですね、はい、移植って先生とかめっちゃ来ますよね、うん、めっちゃ来る。本当に移植前施術するっていう文化をこう日本に広めてる最中だったりするわけですね、移植前後来たりするわけなんですけども、過ごし方いきましょうか、ね、はい、移植前後の過ごし方でしょうかな、ちょっとやってみましょうですね、まず移植こう前ですね、前です、前、これは、とにかくお腹を温める、これ頑張りましょう、しきちゃん、うん、ね、お腹温まる、これなんでだと思う？あったかい方が着床しやすくなる。うん、そうなんだけど、それってなんでだと思う？あったかい方がベッドがふかふかしてるから、うん、ベッドがふかふか、なるほど、そうだよね、例えば、卵がさ、この来るじゃないですか、部屋に来る、行くでしょ、そこで布団がさ、なんか冷え冷えの布団とその全然違うよね。これやっぱり細胞である以上はその適温っていうものがあるわけじゃないですか。適温っていうものはどういうものかっていうと、こう P4 によって体温が上がってる状況なんですよ。 P4 によって体温が上がってる状況なので、やはり普段よりかちょっと温めるっていうところがポイントになりますね。P4 によって上がるっていうことは、もうこれじゃあ腹を温めてやるっていう形になります。ですね、でやる場所を決めていきましょう、皆さんね、まあお腹あるじゃないですか、おへそだよ、バスのおへそですね、しきちゃんあれだよね、はい、なんかなんかあるよね、何がある？へそがある、へそピがあるよね、はい、へそピ、へそピ、しきちゃんのあれでしょ、田舎ではあの儀式があったでしょ、そうそう、やらなきゃいけないでしょ、そうそうそう、そういう部族、ね、そういう部族ですね。しきちゃんがこのなんか上だったっけ、下だったっけ、両方だったっけ、上です、上にそうあるんだけど、まああのそのおへそのこの両脇ですね、両脇とおへそのすぐこの下あたりですね、このあたりにちょっとお灸をまずやっていただきたいっていう感じですね。ともう一個ちょっと出しましょう、ここのちょっと出っ張ってるとこあるじゃないですか、出っ張ってると、うん、ここの見えるかな、これ、ここのとこなんか出っ張ってんの、こうやって触ると出っ張ってんの、間の真ん中ですね。難しいこと考えないですね、その辺でいいです、ですね、なんか触ってて出っ張ってて、なんとなくなんかあいつ触ってたのはこの辺じゃねみたいな感じのところで、いいので、そこにね、まあ先生のその例えばそのね、クライアントさんとかお弟子さんというかそういう人を紹介してくださいみたいな形で言って、できるだけ書こうとしてるんですけども、いろいろそういう機械持ってる人と持ってない人がいたりするのでね、機械持ってる人は紹介できるんだけど、なんだろう、できない人もいるし、整体の先生とかもいたりするので、ちょっと今回自分でのお灸っていうところ、移植前のお灸っていうところを紹介しようと思いましたですね。で、これね、なんかメカニズムがあってさ、ここの流れと任脈、小脈っていうものがあって、これの集まる位置にお灸をやりましょうっていう話なんですね。任小脈のところの真ん中あたりにやっていきましょう。ここら辺に集まるよみたいなルールがね、あったりするので、まあまあこの辺にやっていけば間違いないんじゃないのかなと思います。ですね。ところが、まあいつからやるかっていうと、できればね、前の周期の排卵ぐらいからやり続けていただくと、もう本当にびっくりするぐらい効果あります。ですね、前の周期の排卵ぐらいまでにこのお灸ですね、場所はもうおへそのすぐ脇、これもっと脇だね、もっと脇、これへそピをしてる人はそこを避けて横にはやらないよね、へそピとかね、やるのかな、やる、部族の方々やらない、やらない、ここと、まあその直下ですね、そこら辺でいいです、ですね、プラスのここら辺っていうところですね、やっていただけるといいかなと思います。ではあと移植の後、移植の後ですね、移植の後、これに関して言うと、前の動画でもやったと思うんですけども、とにかく体外受精の場合最初がとにかく不安定なんですよ。不安定なんですね、不
不安定、めっちゃ不安定だと思ってます。なのでそうなんですよ、これに関して言うと、もうとにかくゆっくりですね、寝る、寝る、休むっていう形ですね、もう移植したら旦那さんに車かなんかで迎えに来ていただいて、もしくはなんか電車だったら旦那さんが全く動かないような状態で、ね、運んでいただくとか、それぐらいでもいいし、それこそなんだろうな、例えば近くのビジネスホテルみたいなの取って、ちょっと昼寝させてもらうぐらいでもちょうどいいかなと思いますですね。まあここ茅ヶ崎とかでも近くのホテルあったりして、茅ヶ崎病院がないからね、とね、富士山あたりでもいくらでもホテルとかあるので、そういうところでちょびっと、お休みしてから、別に泊まなくてもいいじゃないですか、泊まるって言っといてね、帰っちゃっても別に、まあ、ビジネスホテルとか富士山あたりだと1泊5000円とかだったらまあもったいないけどね、でもやっぱりそのほら、このとにかく最初不安定なので、何につけその寝た状態でゆっくりしてほしいなっていうのがあります。前後っていう風になると、そんな感じになりますよね。で、先生のところサロンだと、前も説明しましたけども、お腹しっかり機械で温めて向かっていくっていう文化を今全国に広めてる最中でございますね。お腹しっかり温めて、まあ病院に向かっていただいて、こうみんなで送り出して、パワーを送って送り出してね、送り出して、帰ってきたら、まあ移植病院近くでやってるもんでね、帰ってきたら休んでもらう、1時間ぐらい休んでもらうって、お腹温めながらね、あの赤外線がなかったらお腹温めながら休んでいただくっていう形ですね。だからそれをそのまま、なんか赤外線なんて別になくてもいいので、まあ移植したらすぐ休むっていうところってやっぱすごく重要だと思うんですよね。もう本当に何パーセントの確率をやっぱ上げていく一つのその戦い方になってきますので、そこら辺をちょっと皆さんね、移植前後の方もこれ見てる方いらっしゃると思います。コメントもそんなのがあったんでね、ちょっと考えてみてください。